フェイクニュースで罹患工作ですか？自民党、安倍首相と国民との罹患工作なのかしら？ライブドアニュース。2019年7月31日、ボルトン米大統領補佐官の米軍経費5倍要求発言。菅官房長官は否定。韓国のことを笑ってられないですね、とかいうやつ現れそうなフェイクニュース。ざっくり言うと、菅義偉官房長官は31日、在日米軍駐留経費に関する一部報道を否定した。米大統領補佐官が5倍増しとなる可能性があるという発言をしたという内容。菅さんは、経費は日米の合意をもとに適切に分担されているとの認識を示した。これは産経新聞をまとめたものです。米軍経費5倍増発言報道を否定。菅官房長官、事実ない。せな、おかしいなと思って、これはやっぱり、韓国の報道を笑ってられないですね。って言いたいがためのフェイクニュース？それと、安倍晋三首相と国民党を罹患させたいんじゃないかなって見ていました。なんやかんや言うても、アメリカは信用できへん。とか、言わそうとしてるやろ。とりあえず私たち日本人は常に罹患工作っていう工作が行われていることを知っておくべきです。仲違いさせて喧嘩させる、常に混乱させて破壊したい奴らがいますので、それに乗ってはいけません。その工作員の心を破壊に導くのが楽しいんです。この世の中は資本主義対共産主義社会主義、金持ち対貧乏人、金持ちブルジョワジ対貧乏人、プロレタリアートの戦いっていうのがもうずーっと前から行われてきたんですね。仕掛けてきたやつがいるんです。せっか工作員、赤い工作員。ねえ、いろんなこと吹き込んできて、けしからーんって怒らせようと頑張っている人たちいますので、なんか吹き込まれたら、のれんに腕押し、ぬかに釘、もうこいつ工作員かな、鬱陶しいって思ったら、知らん知らんしっしーって感じで、私は軽くブロックしています。どこの馬の骨かわからない雑魚、ミジンコの人たちと関わっても面白くないし、イラってするだけやんか。ということで、なんか気持ち悪うっとしいって思ったら、あっさり排除したらいいんですよ。それが心穏やかに楽しく過ごすコツだと思います。記事行きましょう。菅義偉官房長官は31日の記者会見で、ボルトンアメリカ大統領補佐官が先週日本を訪問した際、在日米軍駐留経費について、現状の5倍の負担を求める可能性があると日本側に伝えたとする一部報道を否定した。そのような事実はないと述べた。菅官房長官は、駐留経費について日米両政府の合意に基づき適切に分担されているとの認識を示した。あら、この否定のニュースが流れているのに。7月31日21時15分、午後9時15分の時点で、朝日新聞デジタルが有料記事って。タイトル読みます。米軍駐留費、日本は5倍負担を。ボルトン氏が来日時にやって、嘘つくなよ、ボケって言えるニュースでした。で、もう一つ、これは、なりすましたちの願望なのかしら。日本人になりすましている、8系の人たちの、記者って多そうやもんな。産経新聞。7月31日の記事、米の仲介案提示、事実ない、菅官房長官。日韓対立めぐり、菅さんもいちいち大変やな、否定すること多すぎちゃうのって感じ。記事によりますと、菅義偉官房長官は31日午前の記者会見で、日本の輸出管理の厳格化に韓国が反発している問題をめぐり、アメリカ政府高官が日韓に仲介役を提示したとの一部報道について、そのような事実はないと述べた。その上で、様々な問題について、一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていく考えに変わりはない、と強調した。他の国がしゃしゃり出たところで、そんなもん自体は変わらんやろ。で、ロイター通信は、アメリカ政府高官が30日、日韓が交渉を通じて対立を解消する協定に署名するよう提案する考えを示したと報じた。一方、ポンペオアメリカ国務長官は、タイ・バンコクで開催が見込まれる、
河野太郎外相と韓国の外相のオバハン、カンギョンファとの日米韓外相会談で日韓の仲介に乗り出す意向を示した。菅官房長官はアメリカとの間では我が国の一貫した立場や考えを累次伝達し、何度も何度も伝達し、常日頃から緊密に連携していると説明。今後も我が国の立場に対し正しい理解が得られるように努めると語った。ま、ポンペオさんが中に入ることはないっていうことですね。なんだか韓国側の人、赤い工作員たちは阿鼻叫喚中って感じで、これ下手ぶっこいたら自己批判に答えろとか言ってボコボコーンってなりはんのかな。久しぶりに言うとこか、自己批判トレビアンボコボコーンいたいたーっていう儀式が待っているんかな。よくわからんけど、まあ、とにかくフェイクニュースを流すのやめてんかって感じですよね。まあそんなこと言うてもあいつらはやってきよるから、ほんまにこれは正しいのか見抜く力が必要なんでしょうね。私にとって赤い工作員の不幸は蜜の味。フェイクニュースはどんどん暴いて暴露していく所存でございます。